って叱って帰ったか分かってますか。あのトラブル隠しで大変申し訳なかった。東京電力の信用は失墜したから生まれ変わります。やり直します。何でも報告します。隠しませんと言ってたじゃないですか。それは2002年ですよ。その2002年の8月末日に明らかになったことを、それで私たち大熊町長と私を東京電力の組合の大会に呼んで、我々も頑張ります、東京電力は生まれ変わりました、約束していますよね、忘れないようにしてくださいよ。約束を果たして一日も早く元通りの生活をさせなさい。私の要求です。お願いします。ありがとうございました。はい、井戸川勝坂さん、ありがとうございました。続きまして作家の落合恵子さん、お願いします。